こんにちは。参議院議員のツルネン・マルテイです。これからは未来への選択という大きなテーマでツルネン・マニフェストを発表させていただきます。その中では18つのテーマに分けて、それぞれについて私の声で10分間程度のスピーチをやりますが、長くなりますから、ぜひその中から自分が一番関心のあるテーマをまず選んで、ぜひ聞いてみてください。で、そのマニフェストの中ではもちろん民主党の国会議員ですから、民主党のマニフェストについてもいくつかの部分を紹介しますが、私のマニフェストはもっと上記ビジョンで、日本の社会、日本の環境を健全化するためにどうしたらいいかという提案になりますから、ぜひ期待してください。で、私が今喋っているのは、私の後ろには私の湯河原の我が家があります。そこからこのマニフェストを発信させます。